おーい思ったより早くバレた。一部屋空きま…痛くないの、喉が痛いんだよ。あ、そうだった。一部屋空きました。ここ数日頑張ってたんだよね、すごい。そう、ね、何よ。え、ここを開けるためにさ、うん、片付け三昧の日々だったね。ね、で、じゃあここの部屋を開けた理由を教えてください。この部屋を和室にします。寝っ転がりたいから。そう、そうなんだよね。なんかどうもくつろぐスペースが足りないなっていう話をずっとしてて、うん、やっぱくつろぐといえば和室。さあ、旅行行きたいねって話したらさ、うん、和室の旅館を探すじゃん。そうだよ、そうだよ。ってぐらいリラックス空間として思ってんだったら、ね、うちもそうすればいいんじゃないって思った。そう、そうなんだよね。作っちゃえばいいんだよね、和室をね。今日は作ります。はい、やりましょう、やりましょう。よいしょ。重そう。重たいよこれマジで。はい、じゃあこれまず畳です。はい、これは楽天の置き畳のくつろぎ屋の、うん、国産和紙置き畳、厚み20mm、はい、桜色の、ね、あ、そう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 、そうなんで。どんな感じかな、色でさ、しかもさ、うん、このオーダーメイドにできるとこあったんだよね、うん、サイズを。そうそう、だからこの部屋に合うようにカオが頼んでくれたんで、うん、まず心配なのはしっかりサイズが合ってるかどうか。合いないよ。そう、あと色が思った通りかどうか。そうだ ね、 ね、イグサじゃなくて和紙でできている、うんうんうん、噛みにくい、うん、ってやつだね。手入れしやすいみたいなやつを買ったんだよね。あと防水で水拭きできるらしい。さあ、どうかな、どうかな。おぉ、おぉ、あ、裏だ、裏だ。せーの、ペロン。おぉ、大丈夫。ベージュだね、ベージュだね。まあ、可愛いんじゃない。いや、まあ、でもこうやって、ね、でいっぱい出てるの見たら納得かもしれませんわ。こんな感じ。色、何色っていうのかな、ね、なんかモンブランの、うん、茶色いモンブランめっちゃ薄めたみたいな。薄めちゃったらモンブランじゃ分かんない。そば湯みたいな色じゃない。え、え、違う。うちのね、目標は和洋お茶混ぜ感じで、暗い色で、そう、大正ロマン。そうね、そういう感じの部屋みたいな ね、とりあえず和の要素をね、足りないから全然。これ影が入ってるんですけど、うん、こういう感じの色どう。え、いいんじゃない。ね、いいよね。厚みはこんぐらい、うんうん、2センチだ。そうだね、なんか防音タイプにしたんだよね。課金して、うん、5ミリ分厚くした。分厚い方が柔らかいからね、クッション性あるかと思って。そうだね、じゃあ敷き詰めてみる。そうだね、うん、9枚買いまして、うん、始末並べをします。なんか交互に色が違うようにするんだよね。そうそう、なんか結構スカスカじゃん。やっぱり埋めればよかったね。えー、マジ。いや、てか別に部屋にぴったり敷き詰めるつもりはないんだよ。そうだよ、なんか部屋の一部にこうやって置く人もいるわけだから。そうだ、休みが空いてても大丈夫です。そう、大丈夫だよ、落ち着いて、落ち着いて。焦るな、焦るな。ほら、入った入った。あ、落ち着け。はい、できたよ。おお、どうどうどう。どう、結構クッション性ある。熱い。おお、え、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん、なんだよ。すごい。ごめん、もうズゴーしてみ。ズゴー。わー、最高。いいね、いいね。あー、持ってるだより、心配だったけどよかった。全然いいじゃん。わー、やっぱ床と違うね、寝転び具合が。どうどう、
ニヤニヤしちゃう。引っ越したみたい。ああ最高。え、これうち？これうち？なんかうちじゃないみたいじゃない？ね、確かに。イグサの匂いのさ、フレグランス。あ、置けばいいか。オイルみたいな。ああ最高。まだ終わりじゃないです。2位いきます。2位いきましょう。続いて。はい。やっぱ和室には欠かせないでしょう。じゃーん。こちらはこたつです。はい。こちらのこたつは、はい、伊勢野のこたつテーブルファム、ブラウン、円形、直径90センチタイプ。さあ、どんな感じかな。2年ぶりのこたつだね。結局こたつ欲しくなっちゃった。ね。良さそう。せーの、よっ。おお、めっちゃいいじゃん。なにこれ、こんなに柄入ってんだね。こんなにいいの。なんか うちの椅子あれみたいじゃん。確かに椅子みたい。イエーイイエーイ、めっちゃいいじゃん、おしゃれ。結構うちの家具が濃い木の色なんだよね。そうそう、まあ、これならいいんじゃない。いいんじゃない、ね、で、大きさはどう。きたちょうどいいんじゃない。いい、そうそう、良さそう。作ろうぜ。こういう感じで木目がすごいしっかり入ってる感じの。非常にやりづらいです、この短い六角レンチが。やりづれ。なんで？なんか不器用で遠くが。知らないよそんな。ああ！答え。あ！参加落としたら。はい、そうしよう。いかーい。さかーい。あ、答え。あと少しだった。はい。うわ、重っ。重くないや、そんなに。あ、つけた方が良さそうじゃない。うん、しばらく何も見えない。どこ行った。早くつけてよ。何してんの、早くして。ねえ、いいから。今やってる。パンチしただけでしょ。サボってるな。あ、パンチしてるじゃねえか。パンチしてつけてんの。はい。持ってるか。ねえ、ちゃんと真ん中にしてんの。怪しいんだよ、黙ってる時の顔っていうのは。大丈夫か。やってるよ。あ、そう。うん。ケツ出してんじゃないの今。ケツ出してない。おーい。まだ終わってない。早く知ってってば。ああ、一悶着あった。ああ、一悶着。はい、続いてこちらがこたつ布団ですね。うん、同じところで買い足して、200センチってやつ買い足して、はい、緑です。そう、カーテンと同じような感じでね、で、想像して買ったんです。そうが、どうでしょうね。どうしよう、黄緑だったら、どうする、ピンクだ。それは返品でしょう。お、いいじゃん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 。お前ほら、いいよ。お、めっちゃいいじゃん。いいよ、いいね。丸いこたつ初めて、人生で、ね、いい。いいじゃん。はい、せーの。はい。これってさ、いつまで進化しないんだろうね。ね。このすごい古めかしいスタイルだよ。いける？いくよ。音
がする音がする。とろけちゃったね。こたつがあったら喧嘩減る。減るね。なんか心が安らぐね。うん、最初これでよかった。ね、めっちゃちょうどよくない？ね、ちっちゃいから心配だったんだけど。うん、僕は思うけど、ナホ絶対ずっとここにいるって。そうだよ。あ、分かってた。うん。だってもうカーの部屋みたいなもの。ここカーの部屋だよね。うん、ずっとここで寝転がってそうだよ。そうだよ。そうだよじゃないんだって。あったけー足。あったかい。もうすでに何もしたくなくなってるって。次の行動を起こさないじゃん、うちら。まだつけんの早かったって。おーご立派だね、思ったより。これいいわ。よかったね、いい色じゃん。こうやってできる。お、確かにでかいからいいね。寝ることもできます。じゃあおやすみ。Thank you.